したのかしら。なんだか嫌な予感がする。陛下、私には分かりませんけど。ロザリア、逃げて。な、何を突然。なんなの、すごく邪悪な気配を感じる。ロザリア、次元回廊からあの子のところに行って、そして伝えて、聖地のこの宇宙の危機を。でもさ、早く西の塔へ行って。私は東の塔へ行くわ。アンジェリーク、分かったわ。異常事態発生だな。やはり気づいておいででしたか。聖地は落ちた。ご同行願う。女王は我らの手の内にあるものと了解せよ。聖地の安定がこうも早く破られるとは、一体どれほどの力を。やだな、縁起悪いね。ユミエル様、で、大丈夫ですか？ええ、ありがとう、マルセル。でも本当に、なんだか悪い予感が。天気のせいですよ、きっと。それにしても、よく降りますね。聖地には珍しい。異変か。守護聖、全員捕らえました。女王と補佐官は行方不明。いかがなさいますか。守護聖には人質にしたと言っておけ。こしゃくな、東の塔に逃げ込んだか。探し出すのも面倒だ。塔ごと封印する。あとはお前たちで探し出せ。この宇宙は我が征服する。そして宇宙の王として力をため、いずれはあの惑星へ帰る。必ず。ちくしょう。あいつら殴って逃げるか。なんてこと言うんだ。同じ宇宙の住人だぞ。でもおめえだって感じるだろ。あいつら普通の人間じゃねえ。確かに雰囲気は。でもどう見たって人間だし。け、まあいいぜ。いずれ隙を見つけて抜け出してやる。それにしても何が起こったんだろうな、この平和な宇宙に。なんだ、この空気は。あ、あ、何、ん、なんやこれ。物語の